雨来たーということで、ね、やる気ないですね。えー、悪予想をやってまいります。ついさっき、えー、両馬場前提にした予想をアップしたところでですね、えー、天気予報見てみたら、日曜日100%ですか。土曜日90%ということですね。道悪予想をしなくちゃいけませんね、これは。まずですね、前の動画で押した、アスクビクトアマーの扱い方ですけれども、 前走日経賞でタイトルホルダーに、まあ、ぶっちぎられて負けているということでですね。ですけれどもね、諦めちゃいけないと思います。そんな気にする必要ないと思いますね。まあネット掲示板とかで、ね、いろいろ見ても、もうとにかく馬場が心配、雨降らなければいいなっていうのはです、ね、すっごい気にされてる方多いんですよね。逆手にとっていいんじゃないかと思います。 これはですね、あんまりもうその道悪適正とかいう問題よりも、あのトラックバイアス展開みたいなものがですね、もう、もろに出過ぎてるレースで、アスクビクターもは出遅れちゃって外回ってて、これでね、もう、道悪ならタイトルホルダーっていう、ふんな、こう、完全な印象付けがなされて、あの、より、 タイトルホルダー人気に拍車がかかって、アスクビクタムは全然人気ないなんていうことになったらですね、僕、ば、僕逆に狙ってもいいかなぐらいに思いますね。いやー、アスクビクタムは道割るダメって誰が決めるんですか決めたんですかえー、この馬なんて結構ね、パワフルなドタッとしたの走りをする馬なんで、あんまりですね、上がりの早い勝負なんかはしたくないタイプで、適度に時計がかかる馬場なんか僕、逆にいいかもしれない。 と思います、ねまあセントレール記念ややもできてますしえー、まあ一番悪かったのは皐月賞ですかねこの時かなり内側の馬場悪くてですねそこで内を回ってよく粘っていましていやあれ見る限り、うん、適度な道悪であれば僕は全然問題ないんじゃないかというふうに思いますまああの道悪ったっていろんな道悪がありますからねこの時はまあほにひどい不良馬場 でトラックバイスも異常な感じでしたので今の京都でここまで悪くならないですよもうよっぽどの土砂降りでない限りこんなババになりませんのでベースのババが非常にいいですからねまあだいたい水はけよくて重ババになってもね3分17秒とかですねそんなあのひどいトロンコババっていうことにならないと思いますんであの諦めずに狙うという手は全然あるかと思います えー、で、こっからは、えー、まあ、普通に道悪いいんじゃないか、馬、まあ、情報をバンバンテンポよく出していきたいと思います。まず道悪って言ったらもうディープボンドでしょディープボンドはいいでしょうとりあえずプラスだと思います。この馬はすんごい大飛びでアクションが大きすぎて切れ味がないんですよね、とにかくですね。なので上がりがかかってくれた方がいい。とにかく上がりかかってほしいということで、道悪はプラスに出るわけですよね。 えー、阪神大笑点の時に五馬審査ぶっちぎりがちを演じてますね、うん、まあこれは適正証明してると思いますで馬柱を見るとですね道悪実績1012となっていて2回着外ってことになってるんですけどこれはなんとあれですね凱旋門賞をカウントしてるわけですねこれはもう全く気にする必要はないですね凱旋門賞は2分40秒とかかかるようなですねとんでもない 日本ではありえないような、あのとんでもミシュアルですんで、こういうのはちょっと参考外ですので、1012ってちょっとね、馬柱が汚れてる感じなので、過剰に人気しなければいいと思います。これは普通にプラスだと、あの逆に言うと、本当にね、あまりに高速馬場で、ね、切り上勝負になると非常に心配だった馬ですので、とにかくプラスだと思います。で、でもまあ、そうですね、ディップボンドはもしかしたら、あの、ミシュアル、 馬にバレてるかもしれないと思うんで、発掘したいですよね。埋もれたところから抜擢したいですよね。えー、っと、僕が、これは道を歩く校だろうと、双方的にも感じる馬は、ディアスティマですね。これは穴だと思います。どうですかね一応、馬柱場は0110になってまして、前走日経賞ではですね、タイトルホルダーにぶっちぎられていると。金量も軽いのにぶっちぎられているという馬なんで、 まあ、そんな道悪い校舎っていう認識はないかと思うんですが、いいと思いますね。これはもう、双方的に、えー、校舎だろうなって感じます。前の動画の双方分析のところで、非常に酷評してしまったんですよね。タイトルホルダーの介護官だと思いますみたいなですね、非常にあの失礼なあの言い方をしてしまって、申し訳なかったんですけれども、まあ、ちょっとですね、本当に硬い双方で、クッションが効かない、伸びやかさがない。 地味な走り方。忍者みたいな走り方をする馬なんですけど。それが道割るで光ると思います。普通の道割るであれば、タイトルホルダー逆転しても不思議ないんじゃないかというような、あの、う,うまそうな走法の馬ですね。前走はですね、まあこれも、あのー、外回ってますからね、タイトルホルダーの。内回って、ま、あの、外から刺されて負けたんじゃ、この馬場でですね、外から刺されて負けたんじゃ、それは完敗ということになりますけれど、本当にひどい打ち伸び馬場でしたから、 ま、外回って、まあ、食い下がった内容、評価していいと思います。これも両馬場でスピード比べしたら、うん、足りないと思いますが、道悪なら目が出てくる大穴です。最後ですね。これは仮に両馬場であったとしてもちょっと怖いと思っていたブレイクアップ。これは、ディープボンドに似たタイプの道悪向きそうな馬ですね。これもすごい大飛びなんですよね。で、スパッと切れない感じの、 しぶとい、しぶとく足を使うタイプ。なのでですね、上がりがかかった時というのは毎度来てると思うんですよね。一度未勝利ですけれども、非常に強い勝ち方をしてますよね。この日ってトラックバイアス判断がすごい難しい日だったというのはね、覚えてますでしょうか。えー、サツキ賞の日でエフフォーリアがね、うちをついて勝ったんですけれども、 あとは結構外から来てる馬が多くて、バイアスどっちだったのかなってわからない、えー、感じがあったんですけどもですねあの、この馬がまた逃げて勝っているところがですね、なんか打ち伸びだったんじゃないか疑惑をあの生じさせてたんですけれども、僕はあの後から検証してみると、そうでもなかったんじゃないかと思うんですよね。これ単純にこの馬があの道悪うまかった説が僕の中の有力です。 この時もですね、別にエフフォーリア、打ちついて、これ恵まれたりしてないですよね。あの、外を回ったですね、あのー、外出しだった馬たちがですね、結構恵まれてたんじゃないか説、これありますんで、えー、怖いです。はい、うまいと思いますね。うん、上がりかかると毎回ね、ややもでも来てるという。で、この馬はですね、ちょっと貴重な道悪差し馬タイプかなというふうに思うんで、打ち退値が高いんじゃないかと思うんですよね。 いや、今回、あの、タイトルホルダー、アスクビクターモア、まあ、それ以外にも、ちょっと行く間が多めで、まあ、仮にですね、タイトルホルダーとアスクビクターモア、抜け出す展開みたいなことがあったら、ね、暑いんですけど、その感激をついて刺してくる間っていうのは、怖いと思うんです。グリーングラスです。グリーングラス、もうちょっと古すぎとご存知ない方もいるかもしれないですけど、えー、東証ボーイ10ポイントのですね、あの、一騎打ちみたいな、一箇所あったんですけど、その時に、 びっくりさしてきたグリーングラスがですね、勝って、単勝70何倍っていうような、あの、大穴を開けたっていうことがありました。まあ、その時も重馬場で、まあ、こういう馬のしぶとさが生きたパターンでした。それに被るような感じですかね。グリーングラスです、えー。で、この馬がですね、客室転換をしてるんですよね。有馬記念までは、もう結構行く競馬をずっとしてたのが、元を控える競馬で、これ、 びっくりしました。この馬はすごい、外から一番いい足で差してきたので、びっくりしたんですよね。こういうのはですね、前のトップガンです。ちょっと例えすぎなんじゃないかと感じしますけど、前のトップガンなんですよね。あの馬も、その前のレースの阪神大賞典で、いきなり田原騎手が後方待機策を取って、鮮やかに勝ったんですよ。で、天皇賞でも鮮やかな差し切り勝ち、三強対決でこれも熱かったんですけれども、一番外から、 大外一気で勝ったんですよね。それを思い出しちゃいます。で、僕がこの時に印象付けられたこともあって、僕の中でこう、格言みたいのがあるんですけど、客室転換は2回目を狙え、みたいな。あ、です。あ、刺しの競馬。差しに転換した時は2層目狙えって,っていう感じで考えてるんです。差す競馬って練習をするとうまくなるんですよね。あの、前の馬を目標にして。えー、練習が必要なんですよね、前の馬を。 あの、目標にして、えー、する競馬っていうのは。まあ、前のトップガンの時は一発回答を出したんですけれども、練習した方が上手くなるんですよ。で、僕2層目ぐらいが一番脂が乗ってると思うんですね。あの、競馬馬ってこれ僕は結構あることだと思うんですけど、同じ競馬をですね、何度も繰り返すと、鮮度がなくなっていくんですよね。逃げる競馬何度も続けてると、だんだんね、負け込んできたりっていうようなことがあって、リズム変えると、 マントップガもうそうだったかな。あの、リズム変えるとですね、急に生き生き蘇ることがあるんですよね。で、2戦目ぐらいまでがすごいいいんですよ、鮮度が高くて。これをまたね、ずっと繰り返してると、またね、慣れていっちゃって、ダメになっちゃったりすることがこう多いんで、僕2戦目ぐらいが一番狙い目かなって思って。なんでブレイクアップですね。 これ今狙い時かもしれないなって思います。前走だってち伸びババでですね、よく外から伸びてきましたので、僕一番びっくりしました。え、ミチルだってブラスかもしれないですし、サスケはですね、今ハマる可能性があるんで非常に怖いと思っております。えー、ということで、え、ミチルだったらですね、またこういった大穴狙って一発狙うのはいかがでしょうか。 全場双方採点というのをやっておりまして、えー、無料メルマガでやっております、えー。概要欄からリンクしておりますので、無料登録いただければと思います。予想の参考になりましたら、いいねをぜひお願いします。えー、オンラインサロンもやっておりますので、良ければ検索してください。最後まで見ていただきありがとうございました。